エーミー・ローレンス・ローエルはアメリカ合衆国のイマジズム詩人。死後の1926年にピューリッツァー賞詩部門を受賞した。エーミー・ローエルはマサチューセッツ州ブルックラインの著名な一家、ローエル家に生まれた。兄のパーシバル・ローエルは冥王星の存在を予測した有名な天文学者。もう一人の兄、アボット・ローレンス・ローエルはハーバード大学学長を務めた。 エイミーは大学に行かなかった。一家がそれは女性にはふさわしくないと考えたからだった。エイミーはむさぼるように本を読むことでそれを補ったが、それは脅迫観念に近い本の収集に至った。エイミーは社交界の名士として暮らし、あちこちに旅行した。ヨーロッパで女優エレオノーラ・ドゥーゼの演技に霊感を受けた1902年、エイミーは試策に転じた。 初めて詩が世に出たのは、1910年のアトランティック・マンスリー詩で、その2年後の1912年、諸女詩集、エイド・オブ・オブ・メニー、カラード・グラスが出版された。エイミー・ローウェルは、レズビアンと言われ、1912年には、女優のエイダ・ドワイアー・ラッセルと恋人の噂を立てられた。ラッセルは、ローウェルのパトロンで、ローウェルのエロティックな作品はラッセルが対象だと言われている。 二人は連れ立ってイングランドに旅し、そこでローウェルはエズラ・パウンドと会った。パウンドはたちまちローウェルに強い影響を与え、また、ローウェルの作品の主要な批評家となった。ローウェルとレズビアンで有名な作家メルセデス・デアコスタとの関係については、二人が知り合いだったという唯一の証拠は、結局行われることのなかったルーゼの記念祭について二人の間で交わされた。 短い文通のみである。ローウェルは印象的な人物で髪は即発に言って美眼鏡をかけ髪巻きたばこより長く持つからといって葉巻きたばこを絶えず吸っていた。線の問題がローウェルをずっと太らせていた都市人のウィッター・ビナーが言ったことをエズラ・パウンドは無慈悲なコメントで繰り返した。しかし、パウンドがローウェルをヒッポポアタスと言ったとされるのは誤解である。 もっともパウンドたちはローウェルをイマジストとは考えず、イマジスト誌の出版を金銭的に手助けしてくれる、ことのできる、ただの金持ち女だと思っていたようである。しかし、そのイマジスム氏もパウンドがボーティシズムに亡命してからは衰退していった。ともかく、ローウェルは、詩の自由誌方法の初期の支持者であった。また、日本の俳句、浮世絵などにも、興味を抱いており、 1919年に発行された Pictures of the Floating World では、それがよく現れている。ローウェルは1925年、51歳で脳出血で亡くなった。翌年、ローウェルはワッツオクロックでピューリッツァー賞種部門を受賞した。長い間忘れられていたが、再び関心が集まったのは、一部はレズビアンに、スポットが当たったせいもあるが、それだけではなく、 例えば、ザ・グリーン・ボール、ザ・レッド・ラッカー・ミュージック・スタンド、パターンズのような生命のないオブジェに命を吹き込むローウェルの驚嘆すべき才能が評価されたからであろう。ローウェルの書いたものの中には、フランス文学評論やジョン・キーツの伝記などがある。ローウェルのキーツに対する盲目的崇拝は記録に多く残っている。ありがとうございます。